はい、どうも皆さん、こんばんは。12月15日木曜日、本日は気候な松戸店から生放送です。せーの、サンキュー松戸。たくさんの、スタッフの方、いらっしゃいますけれども、皆さんこんばんは。はい、ということで、近日、グランドオープンが迫った、気候な松戸店から本日は生放送でございます。皆さんよろしくお願いします。はい、じゃあちょっとコメント読んでいきますね。はい、ちょっとね、あのね、あの場所が遠いんで雑音入るかもしれませんけども、ちょっとごめんなさいね。あーちゃんこんばんは。松戸店の皆さんはじめましてとかね。はい、こんばんは。アトロカコ松戸店の皆さんはじめましてかなということで、今ね、ここに映ってる皆さんはどこかの店舗で見たことある方がね、いらっしゃるんじゃないですか。見たことある人いるんじゃないですかね。はい、というね、もう並んでるんですかということで、まだね、オープンはまだなんで、まだ並んでませんよ。ね、はい、楽しみだな。ついに俺の地元松戸店配信来たということで、ありがとうございます。地元の方も、はい、ありがとうございます。はい、オープンしたら遊びに来てくださいね。はい、オッケー。見るか楽しみ。何時間やるんです。今日は1時間の放送になっております。はい、松戸店は無料送迎バス3カ所とはやりますねと。よくしてますね。なんでそうか。よくしてますね。上手が、はい、後ほど情報がね、はい、ありますんで。はい、こんな綺麗な気候の初めて見るということで ね、まあ、本当に、オープン前なのでね、今、すごい綺麗な状態ですよ。はい、はい、なんだか多いなって、ね、スタッフの方はたくさんいらっしゃいますね。はい、多いですよ。疲れがどこのかの店舗よりもオシャンティーですねというおシャンティー、オシャンティーです。オシャンティー、松戸で。ありがとうございます。マーシーロリスケだということで、さすが知ってますね。はい、パーティーピーポーみたいだとか、パリピー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 がいますから、なんとかさ、あれ、メガネのマスク持ってる人は新宿店の店長だった人ですか。ありがとうございます。皆さん覚えていただいててね。はい、新宿店の店長だったんですけど、今回ね、松戸店グランドオープンにあたり、マーシー店長が松戸店の店長ということでね、新宿から松戸の方に引っ越してきまして、はいはいはい、これからも、ね、よろしくお願いいたします。ドクター X とかぶるちゃんもら、お店綺麗ですね、ありがとうございます。ロリスケ、迷いちゃん連れてきましたか。実家に置いてきた。なるほど。明日グランドオープンなんですかという、ね、質問来てますけれども、この辺どうなんですかね。グランドオープンはまだちょっと日程がちょっと最終的な段階になっておりますが、まだちょっと告知の方がね、できないような状況になっております。そうなんですよ。もうちょっと待ってください。ブログとかのPワールドの方の、はい、更新で、随時ね、情報を流していきますので、ぜひそちらで確認していただければと思います。はい、お願いします。あっちゃんの後ろがスローだね。なんか嫌な感じだけど、松戸店ってスロ線のお店なんですか。スロ線、いや大体あるお店です。大体あるお店。大体あるお店。何でもあります。何でもあります。大丈夫ですね。はい。松戸一の美人店員さんはどこにいらっしゃるんですか。松戸一の美人店員さん。呼ばれてます、うん、早速、スタッフ紹介じゃあ、映っちゃっていいんじゃないですか。スタッフ紹介大事ですよ。これからね、オープンです。美人店員さん。はい、お願いします、お願いします。じゃあ、行こうか。はい。お、はい。今日のために髪を切ってきました。いやいやいや、かわいいかわいい。監督でーす。はい、監督。よろしくお願いします。いや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 、いいじゃないですか、女子。はい。監督さん、イヤホンはしてないのかな。あ、してないです。イヤホンしてないということで、僕の声聞こえてないということで、じゃあ、どんどん行きましょうか。皆さん、どんどん入っていきましょう。はい。はい。じゃあ、どなたですか。どなたですか。どんどん行きましょう。あ、じゃあ。あ、見えてない、見えてない。はい、すごい。また変なの来ましたね。はじめまして。はい、 AKSS AKS さんでよろしいですか。 AKS さんでございます。はい、AKS さん、よろしくお願いします。いやいや、パーティーピーポー多いですね、松戸。2人揃うとすごいですよ、妹が。はい、なんか来ました。はい、はい、何の監督、明るくていいよ監督ってね、ありがとうございます。AKS さん、小さいな。店長の挨拶大事だろうと。まあ、ちょっと待ってくださいね。なんかノリが、おじさんだなということでね。はい、よく小さいおじさんと。なるほど、なるほど。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ続いての方。どんどん行っちゃいます。どんどん行きましょう。どんどん行きましょう。はい。どうぞ。続いて。はい。誰ですか。誰ですか。はい。どうも。はい。どうも。
気候な松戸店の、はい、主に食いしん坊を担当しております。食いしん坊担当、はい、満腹丸でーす。満腹丸さん、めちゃめちゃ食いそうな顔してますね、満腹丸さん、松戸はですね、はい、ご飯が美味しいんですよ。まあ、ご飯美味しいですし、やっぱ松戸はラーメンがすごい有名なね、そうですね、年というところもありますから、ね、王国と呼ばれるね、なるほど。ちなみに松戸店に来る前は何店にいらっしゃったんですか。聞き取れてるかな。あ、イヤホンがちょうど、あ、イヤホンがね、外れてしまいましたけれども、はい、何店にいらっしゃったんですか。前はもともとですね、はい、茨城県の日立市にあります、はい、スロットアクロス機構な日立駅前店、日立駅前店から、今回松戸にね移動ということで、はい、これからね、はい、よろしくお願いいたします。満腹丸さんです。はい、そしてじゃあ続いていきましょう。どんどんね、たくさんいらっしゃいますからね。はい、どうぞどうぞ、はい、あ、おこれはなんだ、なんだなんだなんだ、様子がおかしい。出た出た、社長出た出た、もうポジション決まりましたよ。これはおじさんバカトリオです。はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあちょっと軽く自己紹介、一人ずつポン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 と。はい、同期サンバカトリオのサンキュー永井です。はい、サンキュー永井さん、よろしくお願いします。はい、はい、同期サンバカトリオのラストサムライこと渡辺です。よろしくお願いします。はい、長男のコモディ飯田でーす。コモディ飯田さん、よろしくお願いします。いやー、すごいスタッフさんたくさんいらっしゃいますね、本当にね。これからよろしくお願いしますね、皆さん。お願いします。はい、はい、そして、はい、まだまだ続きますよ。ちょっとコメント待ってくださいね。はい、はい、はい、ではこんにちは。こんにちは、コワシ君です。よろしくお願いします。コワシ君、よろしくお願いします。コワシ君、コワシ君です。コワシ君はね、前中店に、はい、中店でいらっしゃいましたよね。はい、ということで今回松戸に移動ということで頑張ってくださいね。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、はい、じゃあ続いて続いて、急に教育テレビみたいなノリでしょ。ね、夜ですけどね、こんにちは言ってましたけど、はい、結構夜です。来ましたよ。はい。ネビラチェーン。危ない。ネビラチェーン。ネビラチェーンが。アンドロメダ旬ですか。先に言われてる。アンドロメダ旬です。アンドロメダ旬さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ特技はネビラチェーンでよろしいですか。特技はネビラチェーン。そうですね、今防御型の鎖が駐車場守ってるんで。なるほど、攻撃型の鎖で。めちゃめちゃ面白い。よろしくお願いします。ちょっと守ってくださいね、しかね。はい、よろしくお願いします。はい、男がいっぱいです。そうですね、はい、ということで、はい、終わりました。はい、以上のメンバーで、はいはい、若干ちょっと左目に全体的に移動してもらってもいいですか。はい、あ、そう、ちょうどいいですね。はい、ありがとうございます。ということでね、まだねちょっとオープン前なので、こういろいろねこう店内を映したりとかやりたいんですけど、すね、ちょっとねまだまだバタついてるところがございますの で、ね、ちょっとね今回はあまり動かずに、行きたいと思うんですけれども、まあ皆さんからねたくさん、コメント質問来ておりますけれども、はい、じゃあこの辺ちょっと読んでこうかな。近隣地域住民限定で整理券配布を希望しますだそうです。地域限定、うん、限定の、うん、ああ地域限定ですね、うん、今回ちょっとですねそれができなかった、うん、ああちょっと今回はできない、ね、申し訳ございません。はい、はい、松戸なんてご飯美味しくない、そんなことないよ。美味しいですよね。はい、満腹丸なのに安藤を超えろ、そうですね、地元じゃないの、グランドオープンもう少しか、そうですね、徳光さん、グランドオープン結局いつなんですか。いやー、これも重要ですよ、グランドオープン。おいおいですね。おいおい。まあまあ、年内にはーって感じじゃないですかね。そうですね。まあ、もう、まあ、近い、じゃあ近いんですかね。はい。松戸市内走ってることは看板とかでね。はい。いろいろ見てるね。そうですね。はい。はい。ぜひ探してください。そうですね。全員初回やるんですか ?1 時間なので終わっちゃうでしょ。あ、もう終わりました。大丈夫ですよ。また30分自己紹介じゃないじゃない。そんなことないですよ。もう終わりましたから大丈夫ですよ。はい、松戸店にイケメンはいないね。残念です。そんなことないですよ。そんなことない。イケメンいっぱいいますよ。すごい遠くの方で手を挙げてる方が。ああ、なるほどね。サンパの方がね。でもノリいいですね、皆さんね。ありがとうございます。ノリが関東っぽくなくて逆にいいです。ありがとうございます。はい。
この構成はあっちゃんが企画したのか、おこだぞ、ごめんなさいね。覚えるのが大変。そうだね、配信店舗数が増えるし、コロコロ移動するし、皆さんの名前が覚えられない。なるほど、なるほど。すいません。ぜひね、皆さんたくさんね、スタッフの方覚えていただければと。はい、そうですね。思いますね。はい、よろしくお願いします。あずけんが見たかった。あずけんちょっと今日はいなかったですね。すいません。食堂が気になる。なるほど。食堂が気になる。すごいな。食堂あるのご存知なんですね。そうですね。ロリスケ最後に挨拶できてよかったよ。あ、普通でかな。最後に。最後お客様。お店に。はい。来ていただいた。ああ、あの時ですね。はい。ありがとうございます。はい。整理券何時から並ぶかなということで、なんかあるんですかそういうのは。もうおいおいですか。おいおいです。あ、それもおいおい、おいおい。おいおい、おいおい。そうですね。ちょっとなんかお答えできないことばかりで申し訳ございません。申し訳ございません。それで番組をやっているの出てきたお前ら。何のためで番組やってんだ。プロ来ないと台埋まんないねえからだろう。そんなことないですけど、まあ台数とかってこれは大丈夫な。台数は大丈夫ですね。仙台ですね。はい、ということで松尾店仙台の仙台台数ありますので、ぜひとも皆さんね、遊びに来ていただければ、皆さんの好きな台がね見つかると思いますんでね、よろしくお願いします。大体あります。大体ほとんどあります。抽選なんですか、並びなんですか。抽選並び、あ、これはまあ千葉県で決まってるから大丈夫。これはあの抽選はできない形になっちゃうんですね。そうなんですね。はい、ということで並んだ順番。はい、並んだ順番ですね。はい、矢柱のバス乗り場がライバル店の近くだけど客がやるな。詳しい、詳しい、出しました、出しました。じゃあ、はい、こちらで、あ、じゃあちょっと説明してもらってもいいですかそれ。はい、じゃあマッキーから。はい、マキさん。じゃあこちらシャトルバスというところで、お客様プラスあの地域住民の方もご利用できる、シャトルバスを運行することになりました。はい、で停留所はこちらの松戸駅、新矢柱駅、東松戸駅ですね。はい、私もこの2つしか行ったことないんですけど、はい、で泊まるようになっております。こちらあの気候な松戸店直通になりますので、はい、いちいちこう停留所で泊まってっていう思いをしなくて済みますので、なるほどなるほど。で時間帯はですね、ちょっと、定期的な便になっちゃうとこちらになりますんで、最寄りのお住みの方はぜひご利用ください。まあこれはあの P ワールドの方に、詳しく載っておりますので、ぜひそちらでご確認いただければと思いますけど、無料ですかね。無料ですよ。無料なんですか。無料です。あ、ということで本当にね、あの近くに住んでる方、あのね、バスだけでも利用していただければ無料ですので、全然大丈夫です。はい、ぜひ使っていただければと思いますね。私も使ってるかもしれません。はい、そうですね。まあ僕も使うかもしれませんね。やたらいるみたいな。はい、よろしくお願いいたします。はい、松戸店は総台数は仙台ですね。はい、頑張ってください。頑張りますよ。店長、今日はからし用意してきましたか。からし、からしはね、まだ用意できてないんですね。そうですね。はい、次やりましょうか。次ね。そうですね。整理券は70。そうですね。皆さんなら何打ちますか。ああ、なるほど。なるほど。来ましたか。いい質問ですね。鋭い。鋭い。すごいですね。はいはい。ダンバイン。お好きですからね。お好きですから。はいはい。私好きなんですよね。なるほど、ダンバインね。僕は海ですね。あ、海。ミスター海。はい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 。なるほど。はい。私は最近のブーム、餃子の王将ですから。あ、王将いいですね。そうですね。なんか王将で一回当たればいいっていうのがちょっとね。はい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 。イメージがない。はね。私はあの幼女が出る台。ブレない。ブレないね。何でもいい。幼女が出れば何でもいい。移動してもね。幼女が出る台です。はい。本当にね、たくさんありますので、皆さんあのお好きな台でね、遊んでいただければと思いますね。はい。マーシー、戦車は持ってきてないのか。懐かしい。知ってる人は知っている。第1回初登場の時ですね。そうですね、新宿三丁。新宿三丁目店で、ちょっと忘れたい記憶なんで、今日は何も乗ってないです。今日はね、あの、オープン前なんで、ちょっと準備の方がね、できておりません、ごめんなさい。あ、船橋は抽選とかやってる。あ、そうなんですね。あ、一部はなんか認められてるっていう話は聞きましたね。お、食堂あり、南部市場かコモディが遠いけど、ヤオコーしか選択肢ないと思ってたから助かると。食堂だけでもね、ちょっと利用していただければと。そうですね、全然誰でも本当に利用できますんで、使っていただければと思いますので。これ店長、食堂移したらまずいですか。食堂はどうだろうな、まあ移しても今日工事しちゃってるんで。ああ、なるほど、ちょっとね、ということで見せなかったですね。持ってくればよかったですね。あ、そうですね。はい、あの定食とか、はい、あとお蕎麦が美味しいと伺ってますね。なるほど、来た際にはぜひ食べてください。17日に
食べれるかな、はい、あー本当ですか、ちょっと安くなって、はい、17でお試し価格で、なるほどなるほど、はい、ということなのでぜひともね来てください、はい、皆さん、新宿からもシャトルバス出てますか新宿からは出てないですね、残念ながら、はい、相当朝早く乗らないといけないそうですね、整理券ないと並べないんですか、整理券ないと、うん、そうですね、うん、まあ、並べないことはないんですが、うん、はい、まあ、整理券をお持ちのお客様が優先で入場という形になっちゃいます、はい、バスは永遠に続くんですかバス永遠に続きます、永遠に永遠に続きます、はい、近隣店に行くのに便利ですね、いや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 、そういうバスそういうバスの使い方じゃないですよ、素通りです、はい、素通りバスじゃないですね、素通りしますよ、はいはいはい、それは嬉しい、仕事終わりに松戸からバス乗って山下に帰ろうあーあーでもなるほど、はい、使っていただいて、はい、まあ、利用もありですよ、うん、並んで整理券もらえるのはいいんだけど、整理券は何日分取れるんですか、おそちらのご質問来ましたか、来ちゃいましたね、はい、来ちゃいましたね、はい、うん、こちらは明日明後日続きはウェブですか続きはウェブで、ちょっと逃げさせていただきたいと思います、はい、ということでごめんなさい、ちょっと今日はちょっと答えられないということで、ね、はい、そうなんですよね、今日はちょっと、はい、まあ、なかなか皆様、はい、知りたいところだとは思うんですが、はい、ちょっとまだお答えできないという形になっちゃいます、申し訳ございません、ホームページ LINE でちょっと続報を待っていただければと、はい、ね、うん、LINE の登録をね、はい、ぜひ先にしておいていただきたいと、そうですね、こちらで、はい、そちらからもういろいろな、はい、情報が、はい、はい、どんどん流れると、きますので、はい、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、マックス機はあるんでしょうか。マックス機はもう置けない状況になってしまいますので、ないで、ない状態ですね。はい、はい、もちろん。なるほど。ああ、プロの人たちから取って落ち着いた時に地元の皆さんに出してくださいなるほど、切実な、そうですね、はい、そのバスに乗ると、睡眠薬欠かされて S4R に乗せられる開示だよ、大丈夫です、はい、開示、うん、はい、ああ、整理券何枚取れる、この辺の、ね、質問多いですね、そうですね、はい、ちょっとやっぱり一番お問い合わせも多くいただいてるんですけどもね、うん、ちょっと公開できるようになったらすぐ、うん、LINE でとりあえず第一報送りますんで、うん、なるほどなるほど、他店のグランドの時は抽選やってた、おお、なるほどね、マーシーのレクサスに落書きしてもいいですかなんでレクサスよく覚えていただけたそうですね、はい、松戸店の放送日に圧力何人か、あ、ぜひ来てください、遊びにね、放送ある時にね、ニコ玉も今後やる予定にはなってるはずですか、はず、はいはずです、なってるはずです、はい、なってるはずですので、はい、その時来てください、はい、なんか今年の新店舗放送始まった時に見た、顔ぶれが多くて合同放送みたいだなあ確かに、ね、確かにそうですね、確かにそうですね、やる時にね、うん、まあ、この辺は特にちょっとね、可能性は、はい、まあまあでもそうですね、覚えてていただけて嬉しいです、いや嬉しいですね、はい、大指定整理券ですか、第おおそれだけいろ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 来ますね、いろいろね、やっぱね、はい、まあ、気になるとは思うんですけど、はい、そちらもまだとなっております、はい、待て次回ということで、はい、整理券もらう順番って関係ないんですか、もらう順番、うん、ああ、もらう順番、うん、どうなんですかね、どうなんでしょうどうなんでしょうね探り合いをどうするどうする大指定だからやめろ、俺らで探っちゃダメだよね、そうだね、ポロッと言っちゃいないよ、それが知りたくてみんな見てんだぞ、定価紙あるんですか、定価紙のスロットあるんですか、あ、定価紙、定価紙ございますよ、はい、はい、大、指定番号だけはやめてくれ、店長だ、事務員小倉さんから来てますよ、はい、誰だちょっとわからない、僕ね、誰だ誰だ、はい、誰だろうな、ちょっとわからない、定価式になる漫画コーナーはあるんだろうか、彼岸島置いてありますか、彼岸島、彼岸島なかなかいいとこ攻めますね、私好きですけどね、いいとこ攻めるな、はい、漫画コーナーは入場時は丸太を持ってきていただければすぐわかります、あの人だっつって、ああ漫画コーナーはじゃあ一応あると、あ、ちょうど今日いっぱい漫画本がバーっと、あ、入ってきたということですね、2000冊ぐらい、2000冊です、2000冊、2000冊あるんですか、はい、朝から漫画をこうやって、はい、持ってます、あ、じゃあね、本当漫画にね、はい、読んでパチンコしてっていうね、楽しんでもらえると思いますね、禁煙レストスペースの方に設置してますので、はいはいはい、なるほどなるほど、はい、蒲田店のぼっち放送とは大違いだな、グランドオープン時はズラ部長も来てくれますか誰のことですか、オープンの時は他店舗の人がお手伝いに来たりしますか、あ、来ていただける予定で今、ということで、普段放送で見ている方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんね、そうですね、某
魔法少女が。ああ、魔法少女。あ、もう宇宙の魔法少女。宇宙の魔法少女でいいのかな。あ、来るとか来ないとか。あ、相当嬉しそうな顔してますけど。なんで嬉しそうなのか。松戸であるかもしれませんね。はい。圧力ライターを送る、あ、圧力ライターを置いて帰る予定ですのでね。後で、渡しておきます。マリオランの、配信開始を待ってるんですけど、まだですかね。わかんないです。教えてくれないの、何のための放送、すいません、本当ね。ちょっと言えることと言えないことがありますのでね。ごめんなさい。キコの目の前だから17日、一番にもらいに行きますね。お待ちしております。お待ちしております。僕ね、並ぶ場所寒いですか？並ぶ場所はですね、一応風とかには少し配慮した感じの、はい、ヒートガンね。ヒートガン、はい、ホットガンか。ホットガン、ええ、ちょっとヒーターみたいなものも用意して、暖かくしてね、はい、来ていただければ、はい、と思います。店長、地下に40スルよろしくお願いします。無理です。グランドオープン2526ですね。外店長とか来るかな。あ、外店長はどうでしょうね。外店長はいらっしゃるかな。もしかしたら初日にいらっしゃるかもしれないですね。誰だ送れって言ったのわらわら、16日の23日に並びますね。あの開門と同時にってことですね。そうですね、はい、ありがとうございます。店長、クジラちゃんも呼んでください。クジラちゃんも、はい、新宿三丁目ですね。声かけておきます、はい。何時から並べるんですか？一応前日のですね、23時に、はい、一応駐車場の方は、はい、開放する予定なので、はい、一応そこが一番最初になるかなという形になります、ね。はい、これからグランドオープンして何日か大変でしょうから、皆さん体調には気をつけてください、ね。優しい、ありがとうございます。必ず閉店、閉店になる圧力ライターを置いて帰る。閉店にならないですよ。ごめんね。いつまでたっても金町のスターバックスにライターを置いてくれないから、松戸店で回収しに行きますね。ぜひ松戸店に来てください。本当ね、本当に僕自宅からすごい近くてですね。そうですよね。本当に車で本当に10分20分の世界のぐらい近いんでね。はい。何時から並べるの？トイレありますか？トイレはあります。トイレ、外にも設置してますんで、はい、用意する予定となってますね。大丈夫ですよ。はい、ヒーター置いてあるのはすごい。俺たちが黙っておくから2、3台マックス置いといてください。いや、ね、できたらいいんですけどね。ユキポン、あ、ユキポンは来ないんですかって。ユキポン、はい、新宿店のメンバーをってことですか。はい、そうですね。一応またこれもじゃ声かけてみましょうか。はい、お願いします。1月のニコ生では、うん、一応外店長とスケジュールは、はい、調整しようかなと思って。あ、本当ですか。はい、じゃあぜひ外店長出るかもしれません。第1回目は、はい、来ていただけるという話いただきました。はい、よろしくお願いします。この店はうち子雇ってたりするのかな。しません。絶対ないよ。大丈夫です。はい。なんでね、本当に楽しんでもらえるように皆さん遊びに来てくださいね。はい、ね、おしぼりは紙ですか布ですか。来てみて細かいところを攻めていきます。来てから。いやでもこれ重要ですよ、やっぱり。こういうところから崩していく作戦が、ね。マクブライカーみたいな。はい。あんちゃん、先日また私らいた時短でゆきさん負けちゃって、あ、そうですか。次頑張ってください。トイレはウォシュレットですか。トイレウォシュレットです。はい、持つの論で、はい。で、松戸での昼放送はいつですか。ちょっと今日ね、放送終わった後交渉しておきますね。物置いて車で待てる方式にしたら時間ごとに確認すればいいと思うけど。ああ。物ですか。そこはどうですかね。ちょっとね、トラブルになっちゃう可能性がありますんでね。はい、まあ。絆はあるんでしょうか。あ、ということでね。いうことで、まあ、時間もね、そんなに、はい、もうないので、時間ですね。はい、一応ね、半分時間、はい、本日のシダ騎士は、バジリスク絆、はい、あります。ありました。あります。ありますよ、バジリスク。はい、ということで、この後ね、残り30分ぐらいは、台を打ちながら、はい、そしてマーシー店長にはね、ちょっと質問に答えてもらいながらね、そうですね、放送を進めていきたいと思いますのでね、じゃあここら辺で、一旦、オープニングというか長かったですけどね、はい、終了して、この後シダの方に移っていきたいと思いますね。残り30分よろしくお願いします。久しぶりに彼女に会いに来た。おかえり。ただいま。最近どう？粛々と生きてます。これからどうするの？まあ粛々と。相変わらずだね。でなんで来たの？
なんとなく前も言ってた。キコーナ。はい、ということで、本日はバジリスク絆ということで、絆、はい、はい、じゃあ早速早速お願いします。あ、音量調整できんじゃん。あべ、間違えた。どうこれ静かな方がいいのかな。はい、ちょっと、ね、ちょっと待ちきれないと思うんで、はい、はい、お願いします。こんぐらいかな。うん、ちょっとコメント待ってくださいね。お、あ、ちょっとじゃあ私の音だけ拾っちゃいますね。はい、大丈夫大丈夫かな。お、ジャックチェリー。はい、あ、ちょっとローリスクさん若干右目でお願いします、ね、はい、はい、ジャックチェリーかな。はい、はい、 OK ですね。はい、よしよし、これで決定なのかな。いや、なんか懐かしいですね、バジリスク。もう懐かしいね。まあ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 言ってもね、まだまだ人気機種ですからね、バジリスク。そうですね、はい、ほほ、あれでしょ、今日は源之助であれでしょ、3ベルか6ベルやってくれるんでしょこの30分で、この30分でやってくれるんでしょ、2人は。やりましょう、やりましょう、やってやりましょう、はい、もしくはこれですね、逆回転。お、あ、逆回転、逆回転ですね、白バジ。松本セリカは抽選ですか。抽選はちょっとできないんでね。そうなんですね。楽しみだな、近くだから嬉しいということで、ぜひ、オープンしたら遊びに来てください、本当にね。ここの店長はゲイですか。どういう質問なんですか。違いますよ、新宿店も捨ててないですし、はい、ゲイでもないですよ、はい。コーヒーレディは可愛く用意してますか。コーヒーレディの方とまだお会いしてないです、ね、なるほど、はい、トイレですね、はい。トイレは和式ですか。洋式です。はい、打ち込めるいませんよ。休憩順のスロットはあるんですか。休憩順、うん、まあ、一部認定機も、はい、用意してたりとかしますんで、はい、まあ、いますかね。そうですね、物はか並べや、あるのあるの。制限なしなだと入れないですか。まあ、ちょっと台が取れない可能性はちょっと出てきてしまうかもしれませんね。まあ、当日で多少は台も取れるとは思うんですけどね、はいはい、うん、なるほどなるほど、はい。物置は絶対禁止。そうですね、サッカー終わった、ダミス様ただいま、並びカオスになりそうだな。整理券なしは整理券持ってる人が入場した後に入場だったよ。そうですね、当たり前、年明けてから行こう、ぜひ来てください。はい、なんとなく近隣店舗みたいに車で待てるようにしてたらいいな。この時期寒い、外で待つのが嫌だ。そうなんですよね、なるほど。車では待てるんですけどね、はい、まあ、ちょっといていただかないとっていうところに。そうですね、そうですよ、ここキコーナーですからね。結局ほとんど情報が入ってこないな。すいません、はい、仙台とは、蒲田店並みですね。そうですね、蒲田も仙台ですからね、はい。ダミス様挟んでね、そうですね、石川理科に戻して、シダいらない。まあまあ、シダしながらでも質問とかあればどんどんください。そうですね、答えられる範囲でしかね、ちょっと答えられないんでね、その辺ちょっとご了承いただければと。すいません、熱いね、これは、はい。物、あ、熱そう。兆候の行為、たぶん 75% ぐらいはありますね。はい、物置 OK なら軍団が100個置いていくぞ、ね。絆何台くらいあるんでしょうか。うん、絆、うん、おっ、1、2、3、イエス、イエス、兆候ですからね。まあ、ぼち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 、ぼちぼちあります、ぼちぼち見渡すぐらいは、はい、見渡すぐらいはあると。はい、ということで当たりました、おめでとうございます。あー、早いですね。はい、はい、青頭、はい、異色ですね。やべ、すいません、すいません、はい、すいません。じゃあ、もちのロンで源之助、はい、いきますね。証拠ならば、証拠ならばいきますよ。はい、絆音量変更できるの知らなかった。これは、メニュー画面じゃないですけど、最初ディスプ、ムービー流れたやつで長押し、はい、中ボタンを長押しで調整ができますので、はい、できるね、なるほど、はい。ロイヤルホームセンターに行くついでに寄ります。ありがとうございます。それでも、もう大歓迎です。よく行ってます、ありがとうございます。あ、確定、確定です。え、100未満で、はい、100未満以外で赤枠になったんで、はい、AT は濃厚ですね、はい。なるほどなるほど、ここで来い、ここで来い、うん、あ、まあ、そう甘くはない、うん、あ、ね、簡単にね、はい。もし、今週ユキコの誕生日だから、白金堂のプリン差し入れしない。あ、いつもの白金堂さんの、うん、ね、
別に絆の動画を見たいんじゃないという、まあまあそういうおっしゃるんですね。この店徒歩30秒のところにある。近い、近くの、近いです。ぜひオープンの際は遊びに来てくださいね、はい。そういえばあっちゃん松戸放送のサムネ昼はこのマークだったけど間に合ったんだね。そうですね。小窓に回しだわーい。絆ももちろんログ入れるんでしょ。その辺はね来てみて、そうですね、探してみてください、はい。何も情報入らない、時間の無駄だったらごめんなさい。スロー400パチ600ぐらいですか。そうですね、ほとんどそんな感じですね、はい、560の440ですか。はい、ということで当たりました。ありがとうございます。ありがとうございます。よかったよかった。天然オッケーですね。セルケン配布は何時からですか。セルケン配布、朝の10時からですね、はい。抽選で、抽選じゃないんですよ。クラセレ入りますかね。どうでしょうね。クラセレ、クラセレ2台、3台、はい、ぐらいですかね、はい。あります、久しぶりにグランドオープンのお祭りの雰囲気を味わわせてもらいます。お待ちしておりま す, ます。ありがとうございます。松戸というより関東機構内にお願い、断密来店をやってほしい。断密さんはなかなかですね、予定が、まあ芸能人の方は ね, 厳しいですもんね。お忙しい、アクロスの A タイプ力入れますかってこと。もう全部ですよ、全部、ね。駐車場、あるんだっけ。あります、駐車場あります、あります、はい、大きいです。何台くらい止めれる。630ぐらい止めれます。結構止めれますね、はい。オープンの日のパチの、これはちょっと読めないな。まあまあすいません、はい。どうせ冬の寒さと同じで入らない、そんなことないですよ。これはデモ機ですね、間違いない、違います。自販全然引かないですか。自動販売機はぼったくり価格ですか。いや普通でしたね、普通ですね、はいはい。駐車場は23日ちょうど開放ですか。23日夜、あーそうですね、一応その予定で考えてます、はい。11時間も待たせとか何考えてた。あっちゃん店内映せないってことだけど、あっちゃんが見てる店内の印象はどうですか。広い、とりあえず広いです。本当に広いで、まあワンフロア言ってもいいのかな。一応何階、1階がスロットで2階がパチンコでとかそういうんじゃなくて、もうワンフロアに全て仙台ありますんで、本当に広いので、ぜひね一度来てくださいね皆さん、はい。あそこ一緒にうちにこう変装して、整理券11時より前に行って並べますか。11時より前、10時当日に行ってってことじゃないかな。あー、整理券10時より当日の、あ、並べますか、はい。店長誰、店長マーシー店長ですね、はい。私でございます。はい。4円パッチは何台あるんでしょうか。4円パッチは、400台。あ、結構ありますよ。1160。はい、素晴らしい、はい。私マーシー好きでーす。ありがとうございます。23駐車場渋滞しちゃう感じですかね。いや、駐車場はどうですかね。ちょっと開けてみないと分かんないところではあるんですけども、駐車場に番号ついてる、つけての車の並び順はどうですか。まあでも徒歩でこ、いらっしゃる方もね、そうですよね、いらっしゃる、なかなか難しいかな、自転車とかね、そういった方も多いので。ひどい、とりあえずひどい、ごめんなさい。車と徒歩どちらが早く並べるのかな。どうですかね。どっちが早く並べるのか。どっちが早く並べるのか。でも並ぶ場所は決まってるわけですよね。そうですね、場所は決まってますので、はい。まあまあ期待してるかな、まあまあだけどってことね。もう本当に皆さん遊び来てください一回ね。中旬23時開放って早すぎないですか。23っていうのが何かの示唆なんですか。そういうわけではないですね。意識はしてないですね、はい。何円スロットがあるんですか。何円スロット、20円スロット、はい、5円スロット、はい、この2つですね、はい。パチンコは、はい、パチンコは4円と1円です、はい。ということで4レートですか。4レートです、はい。なんでサンキューなんですか。番組タイトルを本当にね、いろいろ悩まれたとは思いますけれども、番組タイトルは悩んでたんですよね、はい。やっぱりね、感謝するっていうか、うん、なんかそれがなんかちょっとポスターを、そうですね、出してもいいですか。お店のポスターぜひあれだったら出してもらいたい。感謝っていうのがね、はいはい。松戸でのコンセプトに、はい、なっておりまして、そこからですね、やっぱサンキューということで、ね、はい、番組タイトルもサンキュー松戸ということでね、はい。ニコ生をお送りしていきますんでね。そうですね、はい。いろいろな方に今回も支えられて、うん、はい、お店も立ってますんで、はいはい、そういった気持ちは忘れずにやっていこうというのが、そうですね、お店のメンバーのコンセプトになりますので、ね、はい、よろしくお願いします。並ぶ場所はどこですか。並ぶ場所は真ん中、
そうですね、はい、真ん中で真ん中を押すと今押すとちょっとペナルティになっちゃって、はい、押します、ね、あのデモ画面にならないとちょっと、はい、音量が並ぶ場所は1階の駐車場の方になりますね、はいはい、16日はな16日は何時からなら、23時ですね。そうですね、はい、何の数字が景気が強いですかという圧力の店舗紹介は食レポと一緒で全く成長してませんね。前、言ってた時代から変わってありがとうございます。その時代からしててくれて、はい、39、マーシュ俺のことは遊びだったんだね。あんなにネクソスで愛しますよちょっと誤解を招きそうなコメントなんでね。3と9なのかな、はい、物を置いといて何時間かおきに確認で並ばせればいいでしょう。確認の時いなければその物を撤去で車で待つ。あー、なるほどね、車で寒いとやっぱり、ね、あ、短く感謝ホットガン、ホットガンでぜひ、はい、寒さを耐え忍んでいただきますね。そうですね、はい、23時開放ってことは整理券並び順で変わってくるんだよね。整理券配布でも並ばして当日も並ばせるんですか。整理券、そうですね、会員様の時にまあ並んでいただいて、そうですね、はい、あとはまあ入場の時にもお並びいただく形にはなってしまいますね、はいはい、マシュー店長、新宿店の放送出なくなったと思ったら新店舗の店長になったんですねそうですね、はい、で5ヶ月ぶりか4ヶ月ぶりぐらいだと思うんですけど、ね、そうですね、だいぶ久しぶりですね。はい、ということでロリスクさん当たりましたね。はい、BC です。はい、何も起きないですけどね、私の方は、はい、マッキーはダメですね。まだ着地2回目マッキーがやばいですね。マッキーモノマネやって静かにしてます。 いきなり来ましたね、うん、いやいや、しなくしなくていいよ、ほら、いいとこだから、なんならもう待ってるから、話は変わるけど、大変なことになった。あ、アメリカの何、政策金利が上がってまた大きく円安になるよと。あ、そうなんだ8の月にどうでしょうね、赤玉、うん、2時30前に前は門の前で並ぶんです。どこまでいらっしゃるかに よっちゃうんですよね、はい、最終的には警備員さんが、はい、いらっしゃるので、ね、はい、可愛い店員さんはいますか。可愛い店員さん、あら、さっきの監督はいかがだったのかね一度紹介済みだよね、ね、税金の半分以上持ってからやっぱり経費なんだっけ。工場跡地ということですが、盛り土はちゃんとされてますか。盛り土、盛り土、そうですね、そこはもうバッチリ、多分バッチリだと思いますね、はい、マキさん頑張ってください。はい、マキさんって言った、マキさんって言った誰か、マシネちゃん、アトロクのように何も考えずに雪ちょぶっ込むだけの養分にしか感謝しないですよ。そんなことないですよ、本当に。府中店の会員カード使えますか。残念ながら使えませんね夜並んでる時トイレはある。トイレはございますよ、はい、23時会話ってことは出してるのことな、バイトはまだ募集してますか。まだ募集の方しております。はい、みんなコメント見てて、絆見てるの誰も見てないと思うよ。この寒い時期、23時から10時まで外に並んで、欲しきだけは頼むからやめてくれよ。そうですね、バイト募集してますよ。はい、バイト募集してます。回転日わからないのに整理券もらいに前乗りするやつなんて一人以外にいるんですか。23時から10時まで外に並ばせ、欲しきだったらやめてくれ。23時前に並んでもいいんですか。まあ、一応23時っていう形になりますね。はい、ロリスケ、あれからまんまに出したのかですね、まんまいはなくなりました。まんまいは、なるほど。これって出しても大丈夫ですか。あ、大丈夫ですよ。あ、はい、本当ですか。じゃあこれを先に出しちゃいます、ね、ホームページでも、はい、どんどん出てますので、ちょっと待ってください。はい、ということで、じゃあちょっと店長、これ説明してもらってもいいですか。そうですね、まあ、はい、といっても気になる部分が、皆様の気になる部分がちょっと隠れてるんですけれども、はい、そうなんですよね、まあ、17日10時から、はい、整理券の受付開始と、うん、はい、というか、まあ、会員になっていただいて、ね、整理券の方を配布させていただくという形になりますんで、はい、まあ、そうですね、近くだとアミューズ様、はい、コメントでも出てますけども、ね、はい、私も行きましたけども、はいはい、あ、店長も行ったんですね。行きました、はいはいはい、どんな感じなのかなと思います、ね、なるほどなるほど、はい、まあ、なかなか同じやり方を取りたかったっていうのが正直なところですけどね、はい、今日も行かなかったということでございまして、うん、はい、若干あのルールは、はい、独自のルールになりますが、はい、一応前日の23時に駐車場を開放しまして、はい、お並びいただけるような形を取らせていただきますので、はいはい、まあ、このあのこれ何日まで受付やってるとかあるんですか。これですね、17から21まで、はいはい、会員になって、はい、21日までは募集、そうですね、はい、5日間、はい、応募しているような形になります。朝10時から何時まで、夜は朝10時から21時まで、はい、21時まで、結構長い時間やっておりますので、そうですね、ぜひともあの、はい、お時間の合う時に、はい、会員カードを作りにですね、来ていただければと思います、はい、なんか制約あるんですか。
千葉県の人じゃないとダメだよとか、ああそういうのは今回ございませんので、もう誰でも、はい、どこに住んでる方でも、大丈夫でございます。会員カードを作れると、はい、いうことなので、はい、ぜひとも、はい、来ていただければと思います ね、はい、お願いします。はい、監督が可愛い、あ、カット可愛い、あ、さっき来ましたね、出ていただいてね。小窓ばっかり見てる、期待していいですか。もう本当ね、楽しんでもらえるように、うね、マッシー店長頑張ってくれると思いますのでね、はいはい、マッシー今夜いつものホテルで待ってるね、ウホウホ、とりあえずマトロテのグランドオープンの日には新宿店の目の前に並んでマッシーを出せって叫び続ければいいですバチするより絆だな、ね、何ずっと外で並ぶの、アトラコも少しマーシーに寄ってくれる。ああでもまあね、マーシーだけじゃなくてですね、もうこっちにね、はい、いらっしゃいます。もう一人、もう一人いらっしゃるんですよ。映ってます、はい、映ってる、マブクマルさんね、はい、いらっしゃるんですよ、はい、どうもー、アミズ絶景ですか。アミズ行けますか。違いますよ。松田車で、松の方式多いからさ、そうなんですね、はい、俺もう並んでるから外で温かいコーヒーお願いします。早いですね。正解早くゲットすれば当日の並び順は関係ないですか。そうあ、なかなかうまい。どうですかね。松尾の放送今後やるときは女子は登場予定ですか。女子はどうですかね。まあ皆様がもしそれを望まれる場合は、ね、はい、そうですね、コモディ飯田の弁当うまい。うまいっす、うまいです、うまいです、うまいです、落ちてらっしゃる。これもちょっとね答えられないんですね、ごめんなさい、ちょっと飛ばします ね、 すね、なるほど、千葉県民オンリーか。そんなことないです、全国大丈夫です、大丈夫ですよ、はい。台埋まって打ち切りありますか。台埋まったらそうですね、さすがに打ち切らせていただくという形になります ね、 はい。明日の夜から並べるのにグランドオフルーティーまだわからないって何でなんですか。そうですね、いろいろと事情が、大人の事情、そうですね、ごめんなさい、大人の事情があるというか、こんだけハマってる、すげえハマってる、はい。地元優先はちょっと今回はない。今回はそうなんですよ、すいません。あと、からち、かつら外して紛れ込めばバレないと。会員カードは身分証だけでできますか。会員カード身分証、はい、そうですね、身分証も一応まあ住所が分かるっていうところを、はい、まあ一つ、はい、身分証の、まあ、ポイントとしてちょっと今回書かせていただいておりますので、キコラって何店舗あるんですか。今何店舗なんですかね。100店舗はもう超えてますんで、はい、106ぐらいあるんじゃないですか。マスドが何店舗目なんですかね。マスドが何店舗目になるかがちょっと、はいはい、もうとりあえず全国にたくさんありますよ、はい。中間設定で遊ばせるんですか。それとも1は6とかメリハリ設定派ですか。ああなるほど、好みに直で直で来ます ね、 本当ね。そうですね、直球が増えてきましたね。まあまあこの辺は ね、 ね、ちょっとお答えづらいところがあるんでね、はいはい。船橋の無線みたいに、全力とかやるとインパクトある、アクセントやってみる。なるほどな、この次も読めないかな。そうですね、今晩から並ぼうってことで、一応ね明日からになるね、暑いなので、はいはい、そうですね。まんぷく丸、なんか面白いことをしてください。いやー面白いことですか。はい、この無理やり無茶ぶりですね。じゃあですね、はい、なんかされるんですか。ちょっと狭いモノマネでもやりますか。はい、あ、モノマネいいんじゃないですか。はい、なんかされるんですね、どうぞ。美容ふぐたくん、今晩飲みに行かないか。分かった分かった、もう分かった。はい、狭い、はじめまして、狭いですね。日曜の6時半ぐらいに、さすがです。お前ら早く並ぶのやめようぜ、お互い得しないぞということで、まあ大事な仙台ありますからね。そうですね、はい、セーブリー券配るときには分かるんでしょ。あ、そうです、もちろん分かります。はい、他店舗の放送出て松戸に来た人を教えてください。1回目他店舗の放送、ああ松戸に出て、ああなるほどですね。私、マーシーと、はい、水戸駅南店から、はい、マッキーと、はい、ああそうね、ミスター、ミスター、はいはい、あとは府中店からロリスケですね。はい、一応放送出たことある方は4人、4人ですね、はい、いらっしゃいますね。はい、はい、それから大成果、マーシーって何歳だっけ。私33歳です、はい。国道6号から何メートルくらい入ったところなんですか。国道6号だと1キロないかなと思いますね。はい、そうですね、はい。
出してたから今から並ぶわ。整理券配るときって何日のどの機種かって感じで整理券配るんでしょ。まあまあまあね、そこはまあまあまあ。松戸駅からは歩いていけますか。歩くとですね、一応20分ぐらいかかってしまいますので、はい、もしあの時間のタイミング合えば、はい、コミュニティバスの方をぜひ、気候なバスに乗っていただくか、あとは普通の、バスもありますね。そうですね、はい。パインカードを作るにはどれだけ収入がないと無理ですか。やはり億単位じゃないと無理です。あのクレジットカードじゃないから大丈夫ですよ、はい、大丈夫ですよ、はい。永遠の17歳ですが入店できますか。永遠、そうですね、まあ永遠と言ってる方は大丈夫じゃないですか。わくわくアナゴ、アナゴさんですか。モノマネね、福山雅治のモノマネですか。分煙ボードありますか。分煙ボード、パチンコは設置しておりますね、はい。マッキーもモノマネやって、何のモノマネがいいですかね、これね。得意なやつでいいんじゃないですか、はい、得意なやつで。得意なやつで、うん、じゃあ、魔女の宅急便のトンボからいきます。はい、お願いします。似てるんで。はい。魔女子さーん。これね、水戸駅前時代からね、やってますね。見た目だけだけです。はい。ニト戦友、どころじゃなく来るいる。39で煽ってるから、参加9が月がオープン日なんじゃないですか。ほう。で、ズラ部長は来るんですか、わかりません。グランドオープンは何日から、ですかということで、これはね、ちょっと、早ければ、はい、明日か、いけるかな。明日にはちょっと言えるかなって感じですね。はい。店長何も言わなくていいので俺の話を覚えておいてください。バチ絆の端に座りますね。いやーこの手の。なるほどね。初めて分かんないんだけど、整理券ってどういうシステムなんですか。あ、整理券、あ、グランドオープンの整理券ですかね、はい、会員になっていただいて、弱者だった、何日分、はい、何日分くらいあるんですか。はい、なるほどですね。そのグランドオープンして何日分、何日目ぐらいまで整理券ってあるんですか。一応今1週間、あ、1週間分はあるということなので、はいはいはい、そこまではまあまあ、そうですね、はい、整理券の方が優先的に入場と、はい、ということになると思いますね、はいはい。29日に行こう、ぜひ来てください、はい。みんな結婚してますか。結婚はミスターがしてますね。あ、ミスターしてますね、はい、ぐらいですかね。あとはラストサムライが新婚です。じゃあ結構独身の方が多めの店舗ということですね。そうですね、なるほどなるほど。独身が多いと言った方が早かったです、はい、ですね。店の前で出待ちしたら握手くらいしてもらえますか。握手押してくれます、してくれます、ね、ホール内でも喜んで、はい、いくらでも、はいはい。イノシシ年なら私と同い年でよ。イノシシですね、私。あ、じゃあ同い年、同い年ですね。イノシシだもんね。はい。絆なんだろう、絆は本当に、松尾さんが数えていただければ。そうですね、に、うん、2列あります。早く並ぶ価値はとりあえず大加工以上の価値ありますか。まあ何をやりたいかに、ね、やりたいかに、はい、言っても、まあ、機種が乗ってねえよってなっちゃうかもしれないですけど ね、 ね、うん。みんな彼女いるんですか。ね、まあいる人といない人がいるんじゃないですか。なんか顔を見つめ合ってる2人がいます、ね。いや、います、いないです、いないです、いないです。歩くと40分ぐらい。あ、松戸駅からですかね。松戸駅からだと2キロ、一応2キロですね。あ、2キロ、はい、Google マップで言うと2キロ、はい、なるほど、はい。ロリスケ大宇斗、パーソナル機はありますか。打ってる、打ってる。パーソナル機、パーソナルってパチンコのパーソナルですかね、ってことじゃないですかね。そうですね、ございますよ、はい。はい。みんなでふなっしーのモノマネをやってください。走れば10分、走れば5分。バコ近日オープンって最寄り駅はどこですか。まあ松戸になるのか、松戸が多分一番近いと思いますね、はい。新京成の上本郷駅、これ近いんです。新京成だったらば、どこですかね。上本郷、まあまあ近い。松戸からの距離はそんなに変わらない、うん、変わらないですね。ドル箱はそこがデコボコしたタイプですか。してないです。はい、ドル箱ないですね。箱を見せても大丈夫なんじゃないですか。あ、いいじゃん、箱、箱そんな感じですね、はい、こんな感じです。はい、あ、そっち映ってますね。マッシー店長、聖徳太子のモノマネしてください。聖徳太子、聖徳太子。どんなもの、哲学的なモノマネが、哲学的なモノマネですね。黙れトンボ。買い物した瞬間に走るのと車で入るのどっちが早く並べますか。どっちですかね。安全性を考えるんであれば、あの車で来た方がいいかもしれないですけど ね、ドル箱タイプなんですか。そうですね、ドル箱タイプですね、はい。LINE 何時配信するんですか。
LINE は公表していいとなったらすぐ送る予定です、はいはい、設定は角に入れますか、角さんですか細かい、細かいです、パーソナルシステムですか、一部ですかね、一部ですね、はい、はい、うちながらちょだまできるタイプじゃないですか、うちながらちょだま、パーソナル、あ、低価値系は、はい、あー、なるほどね、ドルバックは彼女は、はい、整理券は一人1日分のみなんですか、一人、ここも実際あれですか、ね、あの現場でなるほど、現場で目の、はい、目の当たりにしてもらえれば、はい、店員さんの男女比を教えてください、男女比は今どれぐらいだろう、まあ、我々社員陣はほぼ社員は1級ですね、1級で男1級アルバイトを入れると7、3ぐらいになる、そうですね、はい、逆転します、はい、はい、整理券何人、あ、これ読んだね、LINE はいつ送ってくれるんですか、明日ですか、明日はそうですね、オープン日告知できるようになったらすぐ行きたいなと思ってます、なるほど、エリマネーターです、行きますからね、本当ですか満腹丸彼女いるの、満腹丸はですねいません、満腹タイプです、はい、ありがとうございます、はい、ズバリライバル店はどこですか、はい、これマジやばいです、ならなかった、ライバル店、ライバル店ね、ライバル店ですか、まあオープンした順番で言ったらいろいろ察してもらえるかもしれないんですけどね、はい、あと申し訳ないんだけど、絆の角台にライター置いてて今から取っといてもねダメですよ、もう開店までには P ワーに機種公開されますか、 P ワールド、はい、 P ワールド、あー、なるほど、今乗ってないですかね、あ、そうですね、今乗せてないですね、乗せてないですね、はい、まあいずれは乗りますけど、ラインの方が多分早い、なるほど、そうですね、はい、最速でいくと、ロリスケさん、はい、一桁はいいですか、一桁、うん、一桁何のお話ですか、わかんないですね、何の話ですか、何の話なんですか、何ですか、年齢ですよ、年齢、うん、いやー、あー、なるほど、あー、なるほど、いやー、ちょっと倫理的な問題で、なるほど、ね、発言できません、縦のグラウンドの時は数日分の機種限定の整理券をもらえる、あー、なるほどね、マッキーさんの彼女は私です、バイ事務員を送る今日からなんでもいいのかな、いや、そんな人いないですよ、明日からなんで、ね、誰のことだ、誰だろうね、誰ですか、誰なんだろう、ドル箱を気に入ったから絶対行きますとお待ちしております、はい、今遊戯中の台番教えられませんか、遊戯中の台番は箱データ表示機、あ、じゃあちょっと箱、ね、箱こういう箱なんですよ、はい、なるほど、はい、以上です、はい、はい、寝台を打とうよ、ね、寝台がそうですね、うん、ちょっと今回、はい、そうですね、はい、マシ店長、マシマシ店長と被るので名前変えてください、マシマシそんなに被んないですけどね、キャラが違うので、そこで分けていただけると、ね、駐車場何台ですか、あ、なんでもないですよ、600か駐車場、はい、630台ですか、はい、ぐらいあります、はい、大箱とつかみたいに透明です、大箱って用意してるんですよ、大箱激熱、あ、なるほど、後ろに積んだ時になんかこう別になったよね、あ、これパチンコですかね、そうですね、ですかね、パチンコじゃないですか、パチンコですかね、はい、ちょっと今のところはないかなっていう感じですね、はい、16日23日会おうと聞きましたが、店員なら警備員の整備係は入り、警備員さんがいらっしゃるんですよね、はい、あれだから赤ね、赤 LED、 あ、なるほど、あ、警備員さん、そうですね、はい、基本警備員さんがおりますので、はい、松戸ホストクラブあるんですかね、わかんないですねまあどうですかね、賑わってはいますけど、街はこれライバル店の名前かな、あっちゃんの好みのコーヒーで言いますか、僕まだ会えてません、あ、ライバル店みんなここだって予想してるんですねなるほどね、なるほどなるほど、12月23日で間違いないかな、バラにも設定入れてくださいね、松戸なら、あ、このお店だろうね、あ、そこもそうですね、データランプが見たい、あ、データランプ映してもいいですか、ぜひ映しましょうか、はい、じゃあちょっとこっちのカメラで、はい、ちょっと上にこんな感じ、こんな感じですけども、分かりづらいかな、分かりづらいですかね、まあ、大丈夫か、機能として見ればもう何でもメニューからスランプグラフから多分3日間のスランプグラフ履歴とかいろいろ見れます、ダメだ、はい、まあこんな感じですね、そうですね、まだデータはないですけど、あ、本当に新しいやつですね、はい、そうですね、まあ履歴データから、はい、こんな感じです、あ、そんな感じです、はい、お、
おお、そう当たるんですね、こんなの。当たってますね。さす、さすあれ。まあ、もう、あんま絆はね、なんかもうね。絆が、ええ。さすが。さすが、あれだなって。そうですね。松戸にいるわけじゃない。いやいや、それはもう、コーナーができますから、皆さん本当にね、期待してください。マジ期待してると。ありがとうございます。ありがとうございます。兄さんちゃん、エメズがあれだから、入れないと逆流れと。行きたいと。同じ地域で意識してるライバルテーマどこですか？まあまあまあ。同じ地域。何ですか？まあね、同じ地域って言ってもね。まあまあ、まあ、すべてね。まあ、お、2ゲーム連続巻物。はい。マーシーはおでんツンツンしましたか？おでんツンツン？最近流行ってるというか、事件になりましたね。おでんツンツンしてませんよ。1年後は店名変わっていますか？変わってませんよ。変わってません。大丈夫です。誰か芸能人来ますか？今ちょっと手配してますね。はい。期待してもいいんですよね。全力を尽くします。はい、全力を尽くします。全力を。パチで、一番台数入る騎士は何ですか？海シリーズのトークあたーみたいなね。はい。アトラクさんが見ていただけてますね。そうですね。はい。マックマリって森さん中の誰かに似てる。あー、似てる。似てる似てる。三択ですね、これは。三択だね。三択ですね。どれでも被りそうな気がするんですけど。山城の店のグランド選手は2回してやめてくれよ、そんなことしてるから。あ、なるほど、大丈夫ですよ。はい、大丈夫です。初めまして、静岡から見てます。ありがとうございます。松戸打てる店ないから聞こうな、期待しますよ。ありがとうございます。ありがとうございます。最終ゲーム数は見れる台ですか、この台は。これ最終出せますかね。はい、朝一から。はい、昨日の会計数出せます。パチンコもドル箱なんですか？ポーカーの時店員走ってよ。パチはドル箱ですよ。はい、走ります。はい、松戸あっちゃんのサイン飾ってください。いいんですか？僕あの壁に書いちゃいますよ、本当に。これ、本コレ、あ、松戸で売ってる店がない。なるほどね。右奇数設定じゃないのか。あ、マッキーの台、まあ、そうですね。いや、一応台枠赤からちょっと外れろと思ったんですけど、はい、そのまま入っちゃったんで。なるほど。山口の去年オンビスタッフ番号で見て二の前にならないように期待してます。サイトセブンとか DMM パチダウンとかの情報アップされますか？今んとこは DMM はやるかな。はい、サイトセブンはまだ今んとこ予定はないですね。コーナー本気出せば客総なめんできるよ、頑張ってまし。お、ありがとうございます。ガチガチでやると思うし、あ、気に入って。ロリスケってロリコンなの？そうです。二次元の住人なの？ロリコンなのに二次元の住人じゃなかったらアウトだよ。ロリコンで二次元の住人で。初代マドマギは、あ、マドマギ2はいらないです。次回は俺が出てバイビーして。仙台は多いな。水飲みに飲むと。うちから2時間かかるよ、ぜひ一回ね、来てください。初代はどうでしょうね。放送何時までですか？もう、本当にあと、ちょっとで終わっちゃいます。終わっちゃいます。近隣店が潰れたらやはり台の状況が厳しくなるんです。いや、そういうの関係ないんじゃないですかね。頑張れマッキー、サチコ、心拍するな。うちの近所にも1111台の店あるけど、非コーナーになってほしい。いや、嬉しいこと言ってくれますね。店長、全力出さなくていいので全力でお願いします。うまいですね。はい、サチコ、口パク。あと今日は終電で帰れるの？帰れます。かわいい店員さんいるかな？松戸、次の配信はいつですか？ちょっとまだ決まってないですね。1月に一応、ね、はい、そうですね、予定はしてますんで。はい、近隣小学校のグレープがたくさん来たでしょう、まだ。初代窓かないんですか？初代窓かございますよ。はい、もしお得意のモノマネ、はよ。お得意。ラッツ&スターのことでしょうか？すでにやってる感がある。ああ、なるほど。やってないわ。え、何ですか？え、基本、はい、基本的に前立腺しますか、それとも強気ですか？具体的すぎますね、これ。マジか、あれ。いや、四国にも聞こうなって作りやがれ。そのうちできたらいいですね。そうですね。松戸に進出した大手チェーン店、ずっこけてるのが多い。ロリスケ、わしが育てたロリ神様。デメは七揃いですか？デメ朝一のってことですか？ああ、なるほど、なるほど。ああ、実際に
来れば来ればわかる、はい、はじめましてこんばんは。うちの最寄り駅から3駅先なので祭りでオープンしたら行きますね。あ、お待ちしております。ありがとうございます。ありがとうございます。学訓対策しますか面白い、これはちょっとね、何とも言えないところですね。最寄り駅はどこですか？松戸駅、 JR 松戸駅か、はい、いいかな。バスで何分ですか？バスだと、まあ、あの渋滞がですね、はい、ちょっとあるときは時間かかっちゃうときで、はい、10分15分、はい、ぐらいかな。決めずに行けば10分かかんないと思うんですね。はいはい、毎日は絆ハーベス凱旋あるから安心しろ。マシュネじゃあ次はどんなものまねどんなものまねもやってくださいね。本当に期待してるから。聖徳太子はハードル高いですね。聖徳太子、オープン時はバトラー来ますか？バトラーは、来る予定になってたかな、今のところは。はい、はい、松尾に出展してくれてサンキュー、ね。年明け8日に行きます。お待ちしております。ありがとうございます。地元なんか地元客歓迎してねえかな。10人、はい、初の月日そんなことないかな。サンキュー、並びは明日からだろ。そうですね、はい、といったところでね。あ、10人、じゃあこの10人でちょっと完勝して終わりにしましょう。これでね、了解です、うん、完全勝利をして、いや、やばいやばい、完全勝利して終わりにしましょう今日はい、10人ね、いいとこ見せてください。男女さん、男女さん頑張って来た来た。ライター頻繁に呼ぶんですか？ヒーロー 66% ライターさんは、あ、ライターさん、ライターさんはどうですかね。今ちょっと調整している最中なんで、ね、いろいろと、なブラッキーなぎなぎやすとかの 100% 超えの台も設定入れてくださいね。車で待てるようにしてくれ。これ多いですね。そうですね、まあ、時期が時期なんで、ね、やっぱりどうしてもやりました。やりましたね、完全勝利。はい、マッキーも、マッキーさんもですね。いや、よかったですね。やったぜ。はい、見てくださいね。はい、といったところで、じゃあ今日の放送はこの辺で、はい、いいですかね。そうですね。はい、ライターレナから出玉出してほしい。年内放送予定ないようなので皆さん良いお年をということでね、はい、まあ、これからオープンでね、きっと忙しくなりますからね。そうですね、皆さんね、はい、もう間もなくですから、はいはいはい、じゃあどうしましょうか。エンディングの場所をどこでやりましょうか。はい、そうですね。あー、なるほどなるほど。こっちにします。こっちに向けてやりますか。はい、の方がいいかなっていう気はするんでね。はい、はい、じゃあちょっと今、カメラ位置変えますんでちょっと待ってください。はい、じゃあ皆さんちょっとあちら側に行っていただいてね。はいはい、ということで本当にね、期待されてるお客さんもたくさんいらっしゃいますんでね。そうですね、皆さん本当に全力でね頑張ってくださいよ。頑張ります。僕が言うのもなんですが僕が言うのもなんですが、はい、そうですね、まあまあ本当にね、期待されてる方多いんでね。ちょっと後ろ行きますかね。そうですね、もうちょい後ろの方がいいかなっていう感じ。ああ、もうちょいガヤ、ガヤ、はい、ガヤ枠、ガヤ枠、いやいやいや、よいしょ、よいしょ、しゃがんで、しゃがんで、あ、なるほどなるほど、しゃがんで、なるほど。ちょっと待ってくださいね。はい、どこまで映れますかね、これ。これは何、まあまあ、なんですか。これ何なんですか。これ380幅といてやるポーズじゃないから。完全勝利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 を祝って。チャンニプ2回だけっていう。はい、ということでお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい。ということでね、近日、グランドオープンします。気候の松戸店からね、はい、本日は、お送りしましたが、はい、近くにオートバックスあるよね。オートバックスあります。あります。ありますよ。ありますよ。ありますよ。近くにあります。はい。まあ、詳しい情報に関しては、本当に、P ワールド、LINE、はい、LINE ですね、はい、ブログ、LINE の登録をぜひ、はい、そうですね、LINE の登録は P ワールドの方からもうできます、はい、いける感じになっておりますので、はいはい、ぜひとも、ご来店予定のある方は早めにね、LINE アット登録して、はい、登録お願いします、いただければと、はい、思います。マシュ長、来年マックス機は何台導入するんですか。来年、まあ、来年だったら、来年ですか。はい、ね、何台行きましょうか、ね、行きましょうか。怒られちゃいますよ、ね、怒られちゃいますよ。過激な質問ありがとうございます。並びの時にたこ焼き作って売りましょう。並びの時はそうですね、お茶とかはでも、まあ、配れるように、はい、寒いんで、はい、しのすけ呼んで、圧力を持ってないと、そうですね、屋台出して、お疲れちゃんおつです。いろいろありがとうございました。しのすけ呼んでほしい。マーシー店長モノマネしてくれない店長ということで OK ですか。してくれない店長してくれない店長、はい、実際
会いに来てくださった方に多分やってくださる、はい、そうですね、セレモニー、あの本当ね、ニコロも見たよって皆さんね声かけていただければ、いただければ、はい、セレモニーもありますんで、そうですね、オープンセレモニー、オープンセレモニーも、はい、ぜひ、はい、来てください、ございますんで、はい、はい、今回してる台番教えて、まあ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 ね、あちゃん帰りが楽でよかった、そうですね、アメニティは充実してますか。アメニティはそうですね、一通りは揃えて、お出迎えできるような形は準備しております。はい、今店の前にいるよ、本当ですか。あそこからしたら、本当に期待します。寒いですよね。しんのすけって松戸出身だっけか。あ、そう、あ、確かそうですね。そうです、はい、某某店とかよくいる、はい、そうなんだ。今もう5人くらい並んでる。いや、並んでないと思いますよ。園長こんばんは。嵐松戸出身、嵐は茨城じゃない。嵐は茨城ですよね。はい、初放送おめでとうございました。グランドオープン来年の放送に向けて頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。本日の絆設定、左6右5ということでどうだったでしょうね。初放送おめでとう。俺ガラケー、無事死亡、しょうがねえな、してやるよ。あ、登録ね、ありがとうございます。ありがとうございます。マッシュの個人ラインを教えてくれ。個人ライン。絆20代あるな。そうですね、100代はあるかな。北斗味噌を打ちたいということで、 期待して打ち来てください。無駄にライターとか芸能人、呼ぶならそんなことしなくていいと、その分お客さんに歓迎してほしい。なるほどね。今から並び、並びは明日からだろう。そうですね、並びは一応明日からになっております。はい、開店準備頑張ってくださいね。ありがとうございます。はい、はい、頑張ります。夕飯は、小林園で焼肉だな。近くにあるんですか。小林園、小林園、はい、ますね。はい、焼肉屋さんが斜め前に、信号渡ってすぐぐらいのところにあります。満杯出したら行こうかなと。なるほど、なるほど。今 LINE 登録者、ありがとうございます。ありがとうございます。すべて LINE の方で、流れる予定となっておりますので、はい、ぜひともね、皆さん登録の方よろしくお願いします。お願いします。そして、17日から、会員様募集、始まります。朝10時から、一応会員募集は開始されるんですけども、ね、一応駐車場の方が前日の23時から、はい、空いてますので、はい、まあまあ早めに来られる方は、あの、暖かい格好をしてですね、来ていただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。もう最後ですけど、言うことないですか。オープン前最後の放送ですよ。もう、お、店長から、店長のほら意気込みとかやっぱり聞きたいですよ、本当にね。やっぱりね、セレモニーみたいじゃないですか。いや、やっぱりね、ニコ生見てる人にもね、そうですよね、こう伝わるように、来たいなと思えるね、紹介を、新宿店で初めてやっぱりこう、はい、ニコ生をやらせていただいて ね、 そうですね、実際にお店に来ていただいたりとか、はい、していただけてね、うん、本当にあのやってて楽しかったです。はい、まあ、松戸というね、ちょっとまた、はい、少し離れたところにはなっちゃうんですけど、はい、ご視聴者の皆様の中でも、はい、ぜひあのグランドオープン、足を運んでいただいて、はい、ホールでお会いできればと思いますので、はい、スタッフ一同でお待ちしておりますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、次回の放送まだ未定なんですけど、また来月あたりにね、はい、そうですね、1月に一応今スケジュール調整中でございます、はい、はい、思ってますので、ぜひね、ホームページとチェックしてですね、オープンしたら遊びに来ていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、というところで本日の放送はこの辺でお別れしたいと思います。はい、また次回の放送でお会いしましょう。はい、さよなら。さよなら。お疲れ様でした。サンキュー。わお、コーナグループは創業以来お客様に支えられて、おかげさまで全国100店舗になりました。地域の皆様に愛されるよう、これからもずっと歩み続けてまいります。街の明かり、心の明かり、キコーナー。